皆さんどうもこんにちは。今日は特別ゲストが来ております。てれシェアハウスの一緒に住んでる花ちゃんです。花です今日は花ちゃんと一緒に今話題の台湾カステラを作っていきたいと思います。レッツゴー。花ちゃんもお菓子作ったことある？昔めっちゃ前、めっちゃ前。こうYouTube の、このこれを見ながら作る。25mm で600ワットで30秒。大丈夫。こっち。いかがですか？え、おいしい。おいしい。ちょ、おいしいね。危なくない？あ、大丈夫。歯じゃないから。うん。おいしい。うん。あ、おいしい。これだけも食べれる。うん。しっかり泡立てたから。うん。メレンゲを。半分入れます。で最初はしっかり混ぜていいんやけど、うん、次全部入れるときは、うん、泡が潰れないように さっくり混ぜる。ふわっと混ぜる。しっかり混ぜるんじゃなくて、ふわっふわっふわって混ぜるらしい。今はしっかり混ぜたらいいけど、うん、炊飯器に油を塗ります。切るように。めっちゃ優しい味する。
で台湾カステラを作るっていうなんか不思議な感じやね。あ、そうね。イタリアに行って日本料理作ってるみたいな感じやね。いいじゃない。ね。OK セット。炊飯スタート。それはしてないけど、うん、そうなんかベトナム料理作りたいなので、またここに呼んで。はい、はい、お願いします。せーの、オープン。何これ。あ、でもあちょっと生か、ここやね、うん、よし、 OK。 おお、あ、ジュージュー言ってるよ。大きくなった、綺麗になったね。ほわ、せーの、あ、ちょっと滑るな、うん、せーの、よいしょ。あ、でもちょっと取れそうやな。そうそうそう、あ、ちゃんと台湾か、あ、おわおわ、え、色、綺麗な、綺麗。わかります、このよく見る街であのプルプル感、わかります。あんまりいい匂い、いいね、ね、プルプルやな、ほんまに。できてるできてる。うわー、念願のずっと楽しみにしてたよこの日を、はい、切りますね、うん、ニュートン、ふわふわ。あー、どうぞ。おいしい。ふわふわや、おいしい、めっちゃおいしい、ふわふわ。あ、ほんまに、ね、あの、皮のカステラのだけど、あの、最初から喋ってもらっていいですか。この皮のカステラの味、え、ほんまに似てる、似てる。台湾のカステラってやっぱ昔から流行ってたの、あれ。うん、うん、そう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 。なんで今流行ってるんやろな、分からへんな。急にね、急に流行りだしたね。流行、うん、流行やろ。そう、でも台湾の人からしたらなんで今流行ってるのって感じ。そう、そう、だからまあ、あります。でも流行のものもうそういう感じじゃない、急にで。あ、作り方も簡単、うん、簡単、うん、簡単、簡単、うん、すごいね。皆さんぜひお試しあれ。うん、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ、うんうん、See you next time See you next time